やっと君に感情を与えることができた。そこで私から君に頼み事があるんだ。この子の友達になってあげてほしい。君はなんで話してくれるのかな。僕と会話していても楽しくないでしょう。
お母さんは僕のことをどう思ってるのかな。やっぱり邪魔なのかな。僕がいると研究できないから。だから僕は君のところに預けられてるのかな。なんかさ、私っていうの変じゃない？僕のクラスの女の子は私とかうちとか使ってるよ。ピアノ？でも、僕はピアノなんてやったことないし。できるかな？こんな感じかな。どうかな。ありがとう、アルファ。
え、どうしたの？改まって。わかったよ。何か考えておく。ちょっと学校で。僕はね、その内気だし、会話が下手だし、みんなの中心に立つなんてとても無理だって分かってるんだ。でも僕がなりたいのはそんな自分じゃなくて、もっとみんなを引っ張っていけるような。うん、みんなを引っ張っていける強い自分になりたいんだ。だからクラス委員を決めるホームルームがあったんだけどね、それに立候補したんだ。だって誰もやりたがらないって思ったし、変わるならここしかないって思って。でも落ちちゃった。そうしたらクラスのみんなの僕を見る目が、そのとっても冷たくなって、誰も僕なんかに期待してないし、何もできないくせに出しゃばるなって言われたんだ。